どうも、だきです。普段は年収1億円ほどの小さな会社を一人で経営しています。今日のテーマは、言霊。なぜ言葉を変えると人生は変わるのか。この言霊の力についてシェアしていきたいと思います。僕、本業がですね、著者や講師の方の研修やセミナーをプロデュースさせていただくという会社を経営しておりまして、これまで有料のセミナーに5000人、無料だと1万人以上の方にご参加いただいているんですが、その中で人生がうまくいっている方、 幸せそうな方が出す言葉には何かエネルギーとかパワーがあるように感じます。これ僕昔言霊ってそもそも何の意味なんだろうなと思って辞書を引いてみたことがあるんですね。そうすると辞書によるとですね、言霊とは古代日本で言葉に宿ってると信じられていた不思議な力、発した言葉通りの結果を表す力というふうに記されてました。まあ僕これ見た時にいや古代っていつだよって思ったんですけど、言葉って確かに発した通りになっていくなというふうに思います。 よくね、こういった自己啓発界隈では、ネガティブな言葉よりも、ポジティブな言葉を発しましょう。だったりとか、ありがとうって100万回言うと人生変わるよっていう言葉を皆さん聞いたことあるかもしれません。また、言葉の実験っていうのをやってる方もいらっしゃいますよね。例えば、食品に、ありがとうってずっと言い続ける食品はどうなっていくのか。逆に、腐っちまえとか、バカ野郎って言った食品はどうなっていくのか。こういった実験の結果をアップしてる方もたくさんいらっしゃると思います。 僕自身この言霊というのを意識するようになってから自分の使う言葉かなり意識するようになりましたし引き寄せるチャンスや売り上げ次元上昇する仕事のステージもどんどん変わっていったと思いますというわけで今日はそもそも言葉の力、言霊はなぜ大事なのかという話と言葉を使う時のポイントそして最後にすぐ使えて運がめちゃくちゃ良くなる言葉を3つほど紹介したいと思いますそれでは行きましょうそれでは1そもそも言葉の力、言霊はなぜ重要なのか という話になるんですけれども、まあ、めちゃくちゃ簡単に言うと僕たちが発した言葉とか僕たちが聞いた言葉っていうのは僕たちの脳で処理されていきますよねで僕たちの脳っていうのは基本的に主話を認識できないらしいんですよ僕が誰かを見た時にあいつはダメだなとかあいつは怪しいなとかなんて言うと自分はダメだ自分は怪しいと自分に呪いをかけているようなもんなんですよね逆にあの人ってすごいよねとかこれって感謝だよねっていう言葉ばっかり使っていると 逆に自分ってすごいよね。自分って素晴らしいよね。自分に感謝だよねっていうふうに使った言葉が自分に返ってくるようになります。やっぱりいい言葉を言われると僕ら嬉しいじゃないですか。そうするとやっぱり自分の嬉しいっていう感情から幸せのホルモン、オキシトシンとかセロトニンがたくさん出て、どん,どん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 人生が豊かになっていくわけです。ものすごくシンプルですよね。まあこれ有名な話ですが、タイガー・ウッズ選手は対戦相手がショットを打った時、頭の中で入れ入れ入れって思うらしいです。 その話を聞いてから僕も人の欠点や弱みとかを見つけるのめちゃくちゃ得意だったんですけど、これじゃいかんなと思いまして、欠点や弱みとかなんだろうって思ったとしても、その思ったことはちょっと置いといて口に出すときには、でもここが素晴らしいなと、ここがあの人の強みだなっていう部分を口に出してあえて言うようにしました。やっぱりね、いい言葉にはいい波動、いいエネルギーが乗ってきますから、 僕自身この言葉を変えてめちゃくちゃ人生変わったなと思いますただここでポイント二つ目なんですけれどもこの言葉を使うときに絶対に注意しておくべきポイントがありますそれがですねいくら言葉が大事だからといってありがとうとかすごいねとか素晴らしいねとか ポジティブな言葉ばっかり使ってたとしてもですね、その使った言葉にどんな感情のエネルギーが乗ってるかによって引き寄せる現実って全く違ってくるそうです。例えば、ありがとうって言ってるんだけど、実は内心めちゃくちゃ怒りながらありがとうって思ってたら、その怒ってる現実がどんどんどん引き寄せられていく。現実創造の法則の大原則として、言ったことではなくて、悲んじていることが叶っていくという法則がありますから、目標も人に言うといいよっていうじゃないですか。これも、例えば、月収100万円ですっていう目標を辛そうに言ってたら、 脳が辛いんだからやめとこうって言って行動しなくなるわけです。それが月収100万円ですって軽く楽しく言ってれば、どん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 そういう風になっていきます。なので、ご自身が何か言葉、言葉を大事にして言葉を発するときは、そこにどんな感情が乗ってるのか、気に留めていただきながら言葉を使っていただけるといいかなと思います。では今日は最後にですね、実際に僕が使っている言葉で、めちゃくちゃ効果のあった言葉、3つ紹介していきたいと思います。1つ目が、嫌いな人がいるときとか、嫌なことが起こったとき、 こんな時に使える言葉です。これはですね、学びは終わりました。ありがとうございます。です。やっぱり仕事をしているといろんなことが起きます。いろんな人と関わっているので、なんだこの人って思うこともあるんですよね。で、そういった人が出てきた時に、なんだこの人って思ったら、まずそれをまず僕はジャーナリングするんですけれども、悔しいとかね、もうくそったれとか書いてあるんでするわけです。で、そうやってこう感情的にスッキリして軽くしてから、あ、学びは終わりました。ありがとうございます。って言って、言葉を発するようにしています。 そうするとですね、どん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 気持ちもスッキリしますし、なんか気に留めなくなっていくんですよね。不幸とは何かっていうと、不幸が起こった出来事について、ずっと考えてると不幸になるわけです。さっさとその感情はバンバン流していただいて、 学びは終わりました。ありがとうございます。と唱えましょう。僕はこれ教えてもらってすごく良かったです。二つ目は、どん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 運気が爆上がりする言葉なんですけれども、これめちゃくちゃ簡単です。誰かに何かをしてもらった時とか、なんか偶然ラッキーなこと起こることあるじゃないですか。相手が何かをしてくれたらもちろん相手に対してありがとうって言いますよね。その後ついでに一緒に、神様ありがとうございますっていう。もうそれだけで、神社に行くと皆さん神社って鏡が置いてあるじゃないですか。 なんで神様って結局自分の心の中にいるんですよね。なので、神様ありがとうございますってその瞬間に言うと、またそれが自分聞いてますから、そのいい出来事、ハッピーな出来事を起こした自分にも感謝するってことになります。そうするとまたいいことにどん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 目が行くようになって、いい現実が引き寄せられていく。 普段生活している中でラッキーなこと、嬉しかったことがあったら、それに対してもちろん感謝しながら、その後、神様に向かって、神様ありがとうございますって一言を言っておいてください。まあこれね、いきなり口に出すと恥ずかしいかもしれませんので、神様ありがとうございますって心で念ずるだけでも OK です。そして最後は人間関係に効果抜群な言霊になります。この言霊はめちゃくちゃシンプルなんですが、人と人と会話をしていく中ですごく簡単に使える言霊ですので、ぜひ実践してみていただきたいなと思います。それがですね、ね。です。ね。 これじゃあ分かんないですよね。まあ、これどういうことかと言いますと、うまくいく人って、人と話してるときに、そうだよねーとか、嬉しいねーとか、で辛かったときもそれ悲しいねーとかっていうふうに、最後ね、共感で終わる人多いんですよ。人と人とのコミュニケーションの中で、感情のコミュニケーションができる人っていうのは、ものすごく人間関係うまくいくんですね。お互いに感情を感じ合う簡単な言葉っていうのが、このねになりますで。うまくいかない人はね、やってくださいとかね、お願いしますとかね、最後丸で終わっちゃうんですよね。ねーって伸ばす。 これめちゃくちゃシンプルなんですが、僕も普段の会話の中で最後に語尾がね、で終わるようにすることを意識してから、人とのコミュニケーションが円滑にそして楽しくなるようになっていきました。なのでめちゃくちゃ簡単なので、ぜひやってみてくださいね。<laughs> ここで言うとなんかちょっと変だけど、まあやってみてください。はい、というわけでいかがでしたでしょうかまあ今日はちょっと短い時間だったかもしれないんですけれども、言霊についてお伝えをさせていただきました。ぜひね、普段発する言葉を変えて、皆さんも幸福度と売り上げ、バ上げしていきましょう。えー、次回の動画では成功までの6ステップ。 夢を実現したいと思った時に、誰もが通る成功までの6つのステップというのがあるので、それを解説していきたいと思います。ぜひチャンネル登録いただいてお待ちください。LINE のメルマガでは皆さんの人生がもっともっと良くなる情報を全部無料で配信をしております。今、LINE のメルマガにご登録いただきますと、1、やりたいことを見つけてお金に換える方法。2、やりたいことを見つけるコンパスノートの書き方。3、コンパスノートの記入事例。4、 僕が自分の波動を上げるために実践している行動リスト。6、めちゃくちゃお金貯まる方法。7、めっちゃ幸せになる方法。そして、僕が0から年少1億円までに成長していくために実践した5つのこと。これらのコンテンツを全部無料で皆さんにお届けしておりますので、ぜひ概要欄から LINE のメールマンをご登録ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。